こんにちは、柳田理科夫の1日1科学。昔から日本でも世界でも牛や馬の姿をした怪物が想像されてきました。日本で想像されていたのは、体が人間で頭が牛になったゴズと、体が人間で頭が馬になったメズです。どちらも地獄にいて、生きている間に悪いことをした人たちを苦しめるのを仕事にしていました。ギリシャ神話にも、体が人間で頭が牛になったミノタウロスが出てきます。これは人間を食べるという恐ろしい怪物でした。またギリシャ神話には、馬の体に人間の上半身がついたケンタウロスも登場します。ケンタウロスはたくさんの仲間と一緒に住んでいて、戦いを好む荒々しい種族と言われていましたが、ケンタウロスの中には医学の神様に医学を教えたというとっても賢いケンタウロスも登場します。こんな風に牛や馬の姿をした怪物が世界中で想像されてきたのは、牛や馬が人間にとっても身近な動物だったからではないでしょうか。今日の一日一科学。ケンタウロスは神様に医学を教えた。もしケンタウロスがいなかったら、今の医学はなかったということですね。また明日。